はいこんにちは大竹誠です今日は二月二十八日月曜日今日のパートナーはこんにちは阿佐ヶ谷姉妹姉のえりこです妹のみほですせあせーのとかないんだけど <laughs> 今日はちょっとしっとりと あの入ろうかなと思ってはいはいはいすいませんはいわかりましたそして月曜日ははい文化放送アナウンサー石川真紀ですよろしくお願いいたしますお願いしますはいまあいろんなこの番組は番組はねはいまいろんなやり方するんだけど今日は曲から行こうと思っておりますはいこの曲はヘンリーマッシーにっていう人がね映画のために作った曲ですひまわりです。 えー、これは「ひまわり」のテーマ曲ですね映画のね、えー、映画はソフィア・ローレンとマルチェロ・マストロヤンにイタリアを代表する2人の、ねえー、役者さんが主演それにマーシャ役にはリドミラ・サベリーエフこれはあれだねあのロシアの戦争と平和の主演女優さんらしいね はいこの映画のテーマ曲「ひまわり」をなぜおかけしたかというと,、はい、えっとこの映画,映画の中でマルチェロ・マストル・ヤンにはあのソフィア・ローレンと別れて戦地に赴くわけだね、はい、で戦地に赴くんだけどもあのそこで帰ってこないと、うん、そうすると戦地から帰ってきた別の兵士が「まあ、彼は雪の中で倒れていたからおそらく死んだんじゃないか」と。はい だけどソフィア・ローレンはそれを信じ,信じきれずにだね絶対生きてると思ってその地を訪ねるんだねんその地っていうのが、あのー、映画の中でひまわりがもうたくさん咲いているという一面の思い出すね、はい、これをウクライナで撮影したらしいんだよねはい。 そそれでこのの映画はその後、後、うん、マルチェロ・マストリアンニは記憶喪失になってて現地でそこを訪ねていくと別の方がいらっしゃったとそれで昇進の,マルあのソフィア・ローレンは帰ってくるんだけど帰ってきたソフィア・ローレンをまた記憶喪失だったマルチェロ・マストリアンニがまた訪ねてくると。うんうん 最後は、まあ、こまあここら辺でやめとこうかね、はいまあ、あんまりしゃっちゃうとネタバレになるからね俺は,いね、は1970年の映画っていうから、うんあはい、まあ日本に来たのは70年ちょっとね、はい、後半ぐらいだと思うけども、はい、俺はね二十歳2556ぐらいの時の話かねこの映画はい。 見たんだけどまあ内容は全然覚えてないんだけど新たにこの「ひまわりが一面に咲いてる絵とこの曲だけは頭の隅に残っていたねこれをこの番組では確か鎌田実さんがね坂田明さんの依頼してこの「ひまわり」っていう曲を坂田明さんが あの作ったっていうバージョンもあるはずだよね。演奏されてるバージョンを、ねうん、ご紹介しまちょっとロシアが大変な、ロシアじウクライナが大変なことになっていて、えー、プーチンがちょっと上気を逸しているんじゃないかというお話もあります。後ほどこの話は、えー えーっとジジネタの方で、はい、頭の方でお話ししたいと思います。はい。やることは終わりました。頭のね、俺は昨日今日あの幸せなものを見たね。はい、あの横断歩道を、はいはい、おれぐらいの老人が、ええ、あのカップラーメンの。 多分お湯お湯入ってたんだろうね。カップラーメンを両手で持ってあの横断歩道を横切るというねなんか幸せないというか。うやうやしく持って出したんです。も絶対壊さないようにね。まあそのウクライナの情勢と比べるとだね。まあこれも。 まあなんか切ないんだけど一つの幸せな <laughs> 風景と <laughs> 言えなくもないなと思いながら、えー、あの人は向こうに渡って多分公園でね <laughs> 公園で,公園,で公園のベンチに座って食べるのかなと、はい、その公園には見たらえーね、30本ぐらいかね梅が植わっててだねあ、まあ、梅前見た時はの一部しか咲いてなかったんだけど、はい、今日見に行ったらもう 7割方かな<ー>まだ満開手前で。 咲いてきました。白かっていうのだけはまだみ花をまだつけまだ開いてなかったね。他のはもう八分ぐらい咲いて私ねえ、私の方はねちょっと来るときにね。どこで？なんかでも全部本当に白かべの前の白白梅だったので新宿のあたりで。新宿のあたね。結構満開ぐらいで咲いてましたし。でもちょっと後ろがね白だったからあのどのくらい咲いてるのかはっきりしなかったんですけどでもなんか。

ああって、まあ、のこれが大木でね樹齢何年か<る>どうか知らないけども、うんまあ、頭の隅にはなんか神宮外苑のねあ,<ー>あの千本の木が樹齢百年の木が伐採されるんだって話を聞きつつここのこ横の公園見ながらいろんな、まあ、横ではラーメンのおじさん <laughs> 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 まあね分かんないけど、えー、まあでもこれねもう。 ロシアとかウクライナのねまあロシアの中でも反対している人はたくさんいるからね情勢を見ると日本はどういうふうにこれにアクションを起こしていくのかどんなアクションがいいのか問題は大きいねラーメンカップラーメンとか梅だの桃だのっていう話が吹き飛んじゃうわけですからね本当だね余裕はねエリコお前朝アイスクリーム食ってたな 食べてました、私。食べてたから、アイスクリーム。私食べてました。アイスクリームじゃなかったか。なんだ、ヨーグルトか。ヨーグルト。あ、こいつ夕方なと思っても。そんな、そんな、そんな。ちょっと春の日が照ってきたら、もうこいつはアイスクリームだ。そんな。アイ食べ、文化放送に。ラジオのマイク、アイス食べ、食べ、いいですよ、さすがに、私も。え。そう、さすがに、食べなくて。みほ、甘い、みほ、甘いパン食って。る私は今日甘いパン食べちゃったあ、ちゃんと見られてて。甘いパンな。ね。 かでいい横目つもはなん見てるなっていうのは私も視線を感じてました結構ご覧になってますよちょっとうな羨ましそうな顔で見てるなっていうのは感じてましたけどえりこの焼きそばは羨ましくも何ともなかったけど大竹さん今日焼きそばみたいな色のシャツ着てるくせにとっくりセンター着てるくせに何言ってんですか甘いパンダの焼きそばみたいなお色してるのにねこれ焼きそば色かよ焼きそば色じゃないですか

枯材腸っていうなよ色づいたって言うよ言い方全然違うだろスカキリスズメみたいなこれはいいじゃないですか胸のあたりがほつれてるそうなのそうなのちょっと伸びきっちゃってね洗濯洗濯しまくっても太ったり痩せたりしやがるからやめなさいよ人のもう体重の動員はやめなさいよ取るんじゃないわよヤングがこっちからすかさずねツイッターに上げてくださるようです 東大生がそろようだけ、ね、して写真を撮って帰ってきました,たな <laughs> パッ扉が閉まりました。前は <laughs> 甘いパンある、ね。甘いパン何食ってた。あれあれはちょっとこう、うん、フランスパンみたいな、ちょっと固めのパンに、はいはい、ミルククリームが入った甘いやつ。甘いやつ、あれ美味しいんですよね。あ,<ー>あれ、あれはパクパク食べちゃいますね。あれね、大竹さんに見られてんの。分かって、うん。見られながら、こう食べてました。あれ、あれいいんです。バランス、クリームのあんいもね。 ちょうどよくてねいい,いいのがもう朝からもうそんなこの間まで体に気遣って好きの塔と,とかゼンマイとか,玄米とか,か玄米とかばっかり食ってたやつが 急に甘いパン食ってるんで驚いちゃって。大竹さんに見られながら食べて、そうにやにやしてるんで変態よそれはもう。驚いちゃった。昼だって平気で甘いパン食っですね。この間までもうなんか軽たそう。現場でした。現場ありますよちゃんと。まあ私は食べませんみたいなこと散々言ってたじゃないの。パンが美味しいんですよねやっぱりね。焼きそば食ってるやつに追求される。焼きそばも美味しいのよね。同系食だからいいかなと思って大竹さんと保護食だからもういいかなと思って。俺を食べてるわけじゃない。

なんか時間帯が映るんで大久保と朝子の番組が NHK でやってるんだってそれに俺をゲストで言うんでこれ何をしたいんだって聞きたいじゃないですか。場所が変わって時間が変わった第1回目のゲストです」ご俺がいて大久保がいてあ朝子がいるな」やって。るっ それに俺を呼んで。俺呼んじゃったらもう。<laughs> もう、どうすん。他の人ならわかるけど。 俺ええんだったらもうゴールデンラジオじゃないお前。本当に渋谷じゃない感じですね。驚いちゃったよな。いやでも普通ねあれはあの女子会っていうねなんかこうちょっとあのタイトルなんかもついてたりするから女性の方ゲストが多かったりされるんですけど。いやいや。スペシャルだからやっぱり大竹さんが。いや思うけどここに来て結構芸人ラジオの方に意外と。 ナイツなんかもそうだけどね。なんなんで？ありがたいですよなんでナイトようにちょっと逆に私聞きたいぐらいですよ。大竹さん、大竹さんどうふに分析されてんのかなってね聞きたいぐらいよね。なんでだろうね。ね。やっぱりでもなんかこう何かしながらこう楽しいお話聞いたりとかっていう時間が大事なのかしらどうなのかしらね。 だって正直ねテレビに比べればギャラもね随分安いわけだよラジオは。そこにんかこうまあ俺なんかもやらせてもらって月金だしそんな長くはないなと思ってたんだけどなんか知らないうちにだらだら続いちゃったっていうのが本音なんだけどもやっててわかるのはやっぱりラジオの持つ緩さ。はい それと、うん、生放送で、はいまあ、いろんなハプニングとかあるのをなんかこう、うん、あれだね、まあ、俺なんかは、はい、こんなこと起こっちゃったみたいなことを、うん、なんかこう波乗りみたいに、うんうん、なんかこう。 うまくかわしていけたりもするし、はい、まあドつぼにはまって失敗することの方が多いんだよ <laughs>、まあ、そっちの方が多いんだけどそれもまた楽しくてねそういうのはあのおそれは俺ぐらいの年になったらね、えー、そう思うだろうけどみんななんか若い芸人がさ、えー、なんでだろうなと思ってちょっと疑問に思ってるんだよ。ああおとけさんが疑問に思われてるんです、うんうん テレビよりやっぱりこれなんかラジオだとまたちょっと違う話見てなんかちょっとね世間話みたいのとかちょっとそうゆるっとした感じで話せるのがなんか心地いいっていうかね。かねそうだな大体思われたしゃべってるのはなもう,朝そ,うそういう話なかなかテレビでできないですから。

逆に広がりをね結構閉じてるじゃない逆な言い方すれば周辺の話題だけで公の話題にあんまり口出さないわけじゃないテレビでやってるんかこう事件も俺ねんていうのすごい事件とかたくさん起こってるじゃないああいのねあんまり好きじゃないんだよねそうなんですね。 なんかこう好きじゃないっていうかなんかこうなんか抵抗あるんだよなまあそれはねまあ今日本で起こっていることだからまあ報道しなくちゃいけないっていうのも分かるけども分かるけどもなんかこう今日本で起こっていることだから分かるんだけどもなんかそれは日本で起こっていることもねまあ 例えば政治のこととかね、はい、社会情勢のこととかね、まあ、コロナとかそういうことはね俺は伝えなくちゃいけないなと思うんだけど、はいうん、ここの違うはどうもちょっとこうね<ー>なんか、うん、結構な事件が起こるじゃない、はい、そうするとねちょっと<ー>、うん、ちょっとどうしようかなとか思っちゃうの、ねうん、もうもちろんその大事だったりね大切だとかこともあるんだけど、うんうん、なんかちょっとかこう。うん ずっと続いてると陰鬱な気持ちになっちゃってね。えー、そ,うそうですね。まあでもね、まあ批判はしないけど、まあそれも報道だからいいと思うけど、はい、まあ結構そういうのはワイドショーなんかでかなり大きく取り上げるじゃない。えーえー、そうですよ、ね、まあね、ねまあまあまあそれも、うん、そ,それなりの使命が終わりになるんだろうと思うけども、うん、まあ全体をね。うん うまくはこうロー、まあね、俺なんかもスタッフと考えながらやることでそんなにたくさん広がりは持てないんだなと思いつつタッパーウ,ウェアの中でなんかこうなんていうかね <laughs> 具の争いをしてるようなもんだなと思いつつ <laughs> い茶色いものの話ばっかりですからね茶色いのの本当私たちはね。<laughs> 明るい色ってなんだ人参が入ればいいのか人参が入る。人人参参の赤とかだからさもう梅の赤とかの話お前らに振ったらさお前らちら私たちって見たわよっていうかあ見たのって見たのって聞いたらさ壁と一緒になってたからわかんないとか壁と一緒になってわかんないって言われた咲いてるわよって言われても咲いてるけどどこなのよ見えないわねってメガネのレンズがちょっと弱くなってきてるから見えないのよメガネのレンズの問題 大事じゃないよカンももう最近読めないですかカンペ読めない面すら合ってないんです眼鏡いやもう全然とちっちゃい昨日もギリのギリまで近づけていただいちゃったんでこうやって見ちゃう黒い字のね文字が見えるんですけど赤い字で書かれてると見えなくなっちゃってお前それね金眼とか老眼とか言う前にも目が霞目とか霞目ですかそんなことになってんじゃないのいや本当そう目薬しないと

目にいいもん食ったらだから今日それこそさっきアイスだと思って間違われたやつブルーベリーだったんですだけさブルーベリーのヨーグルトだったんですそうだから目のこともちょっと気をつけて食べてたらアイス食ってほら何か何にも考えずにニコニコうれしくアイス食べてると思われてこっちとら結構命がけでヨーグルト食べてたんですよその急にはよくなんないか 持続性の匂いだからね。甘草薬と一緒だから漢方も飲んでます。漢方もね。甘草飲んでるの。妙さんにねこうイライラされる。奈子さん最近いろいろイライラしてるから漢方飲んだ方がいいって言って。私も飲むからって勧められたのね。なったら年金をみたいな。臭くて甘草臭くて困っちゃうなあれもすごい漢方薬の匂いしてねあれ。すごいなあれ。それを毎日飲んで聞いてるんだか聞いてないんだかね。あでもお前らさ、それもうちょっと。 年上の方のやることじゃないですか。だってもう大竹さんが備えは大事だって今。毎日大事だって。俺漢方薬の匂いなんかしないよ。漢方薬なんかお前そんなに酔うの漢方薬。粒なんですけど。すごい、やっぱすごい強烈な匂いする。一応蓋にね、その瓶から蓋にはこうね、何錠かって。髪の毛の漢方薬飲め。やめてよ、そういうこと言わない。 も黒くてんですからも、こちとらね。美穂笑った、今、今ので美穂笑った。美穂さん、今日ね、髪の毛染めてきたからね。私は手を染めましたからね。そう。を染めた。まあ、それであの、大体月曜日染めてますから。あそんなに染めるの。毛染めの瓶、一瓶使っちゃう。毛染めの瓶ってうじゃえ、何、美穂って、白髪があるってこと。白髪、多分染めなきゃ真っ白ですよ、私。え。 真っ白ですね本当に私のがまがこうやってね大竹さんに髪の毛のこといじられましたけど美穂さんのが案外自分の知らなかったいじられると結構なんかプチ切れる感じになったするのね。っていうかさまあそこまでこうなんか髪の毛真っ白まで言わなくたっていいじゃん。えっでや大竹さんが今だってちょっと食いついたと思ったから美穂さんが言ったんだよね今ね私言ってないわよね美穂さん。 ちょっとちょっとあの食い込みすぎたかなってなんでいや大丈夫きついパンティーのゴムみたいなきつい急に何を言いました何きついなんなんで素敵なんか知らんだけどあで後ついちゃったみたいな大丈夫きついきつい感じ今全部おたけさんですよパンパンティーもきついも全部おたけさんはいごめんなさい悪かったはいよしかさん短い話題で笑えるって幸せだなっていうことですよね。 大竹さんも触れてらっしゃいましたけど今ね世界各地で反戦デモが続いていますロシア国内でもデモが広がっています ロシアのプーチン大統領が27日には核戦力を含むロシア軍の戦力を特別体制にするよう命じました市民の犠牲はもう広がる一方でウクライナとポーランドの国境近くでは逃れようとする市民が長距離を歩く列が続いているということなんですねもう寒い中大荷物を抱えての避難ということになります この事態を受けてロシアとウクライナが合意した停戦交渉が日本時間の今日午後にもベラルーシの国境の辺りで行われるとされています国連総会の緊急特別会合ではロシアを非難する決議案にロシアは反対中国とインド UAE= アラブ首長国連邦が危険に回っています。 そしてコロナの危機も続いていまして東京新聞の特集記事ではコロナ第6波致死率が重症化率を上回っていると、えー、あと毎日新聞には届かぬコロナ飲み薬高齢者施設で対応に苦慮という特集記事が掲載されています。はいえー、と一番最初になんかあのプーチンが。はい なんか角をちら,ち,ちらつかせるようなことを言ったみたいだね。 ロシアのプーチン大統領がショイグ国防相それから軍の参謀総長と協議して核戦力を含むロシア軍の戦力を特別体制によるするように命令したのがこれ27日、現地時間ですねでこれ核という言葉は使わずに核戦力などの意味も含む抑止力について特別体制を取るように命じているんですがまあつまりは核戦力も含めてというその可能性を今ちらつかせているという状況なんですよね、うん。はい あのー、もう世界各国が注目してるけど誰が見てもちょっとこう常軌、あのー、を逸したような行動にしか見えないんだけどね、はいまあ、国連の常任理事国だからね、はいまあ、国連の動きもこうロシアを抜いたところで何か動こうとしてるみたいだけど、はい、まあこう考えてみると、はい、ちょっと前のナワリヌイ氏の事件ねえー、っと。はい なんかあれだったねプーチンの政権の批判を続けて反政府デモを主導してきたナワリーヌイ氏は2020年8月に毒殺未遂に遭いドイツの病院で治療を受けたんだよね。で、はい、それで今度あの21年1月に帰国したんだけど帰国直後に拘束されて今はウラジミール州の 刑務所にこの事件もそれからその前に起こった毒殺事件みたいなのが報道されてたけども,もうにわかにこういうことがなんかこう信憑性を帯びてきたっていうかまあこう問題はこういうあたりまでこう遡らないとあのー やっぱりプーチンのちょっとした横暴な動きっていうのは見えなくなっているなと、まあ、それと今度は今、ウクライナとの停戦交渉が始まるってニュースがそうですね,ね日本時間の今日午後にもということで、うんうん、もしかしたらこの番組の間に速報など入ってくるかもしれないですね、うん、はい、はい、でもねこれはね確かベラルーシっていう国でやるんだよね。はい、それれでこれだけ 侵攻しといてまあもうキエフもまあ抵抗は続けてるけども,もうチェルノブイリも制圧されたしあのウクライナには15基ぐらいの原発があるらしいけどもそれももうロシアがあの抑えにかかっているという話が出ててえその上まあロシアの 市民の間でも反対運動が起こってる、まあ、ロシアみたいな権威主義の国で市民が反対運動を起こしてたくさんの市民が拘束されたんだけどあの国の中で、まあ、さっきのナワリーヌイ氏の話を人にそういうことが起こってくる国で市民が反対運動の矢面に立つっていうのはやっぱりしよっぽどの決意がいるんじゃないかなっていうふうに思うね。そんな中で ウクライナから、あのー、逃げてきてポーランドに移ろうとする、うん、まあ難民の人たち、はい、これ最終的には100万人を超えるって言われてるんだけど、うん、今はあちこちで35万人ぐらいの人が、えー、難民になってよその国に移動しようとしてるんだけど、はい、まあ普通じゃないね25キロの道を家族でみんな歩いてきたっていう話が新聞に出てたね。はい これはウクライナの西の隣がポーランドなんですね、でこことの国境周辺がもう戦火から逃れようとする市民で今、あふれかえっていると、ロシア軍の猛攻にさらされるウクライナという記事がこれ、朝日新聞に掲載されていまして、で中には小さなお子さんも連れていらっしゃる、ご家族がいらっしゃると、5歳のお孫さんを連れたバシルさんは、交通整理にあたる男性に、なんでこんなに小さな子どもまで歩かせるんだと詰め寄った場面というのも描かれております。 もう皆さん表情が疲れきっている中で、えー、大きな荷物、重い荷物を抱えながらそして霜が降りるほどの今、寒さになっている中、うん、この、まあ、国境の町のシェヒにまでが今25キロということですけれどももっと長い距離を、ね、歩いていらっしゃる方もことですよねの番組ではあの、ま、前にも、はい、今何度ぐらいなんだろうねっていう。はい あのキエフがね何度ぐらいの温度なんだろうねとかっていう話をしてだいたい調べるとまあ冷えてる時でマイナス2度ぐらいあってまあ気温が上がっても5度ぐらいだっていうところが多いみたいだったねその中をだよ25キロ普通に歩くんじゃなくてだねまあ5歳の子どもの手を引いて子どもは1人だけじゃないだろうね手を引いてしかもうちにある使えるような荷物 背中と両手に持ってマイナス2度ぐらいあのあごめんなさい今2度かって言ってたねマイナスにはなってないかもしれないけどその中をでも朝なんか冷たいだろうねその中をずっと歩いてくるとポーランドまで脱出するとまあいやだって気,も気持ち的にもねやっぱ不安定な状態でしょうしね。 しかもあれだねそこまで家族を送ってまああのウクライナはあの18歳から60歳の男性は国に残ってっていうねえそういう話がそこまで送ってまた国に戻る人ね家族とそこで別れる人まあちょっと想像を絶することが今この時点で起こってるわけだね。 まあ、海を挟んでとはいえ、もうね、うんあの、ロシアと隣国だっていうね、うん、話も日本である中で。まあね、こうなってくると、日本はどう対応するのかっていうね、うん、話も出てくると思うんだけど、うん、まあこういうことであの、いつも思うんだけど、はい、まあこの間もこの番組で言ったけども、こういうので、やっぱり会見論議がね、もう盛んになってくるんじゃないかなと、その,のそのトリガーみたいになっていくんじゃないかなっていうことを、俺はね、はい、まあちょっと気にしてるんだけど。はい まあいつも言うようにそうじゃなくてだからといって何もしないんじゃなくて第三の道っていうのは本当にないのかと政府はそこを俺真剣に考えてほしいなというふうに思うよね。まいうふうに思う競い合いていったらだよね。というもだよ小さよ国はい持ってなくちゃダメだって話になるだろう で核を例えば日本が核を持つっていう話になったとするよね、はい、まあそうするとこの国が核を持ったっていう話持つ前から世界中に広まるわけだよね、はいはい、そうするとこの国は世界からどういう対立を生んでいくのかそういうことまで全部考えてこの国の立場を平和にね 進めていかなくちゃいけないと俺は思うんだけど、まあ、だからだからいつも言うように、本当国会議員の人はねもうかっこいい強気のことは言えるのよ。ねもう威勢がいいことは、はい、そうじゃなくて地味でもね、はい、なんか本当にこの国のことを考えて、えー、やってくれる人そういう人がいてほしいなあとあのー、思うよね。ねはい、はい、えいっぱいですか。 えー、このあとには、あれだよね、ちょっとコ,コロナの話も行かなくちゃいけないなと思ってたんだけど、はい、コロナの第6波、重症化率が、はい、上がってきて、致死率も上がっていると、そ,ね、それからあの薬局では届かぬコロナの飲み薬、はいまあ、高齢者施設が対応に苦慮しているという話もあるね。はい、さあ、今日も始めましょう。